今日の動画はリクエストにもありました ND フィルターの外し方、付け方、これ意外と皆さんちょっと悩むみたいなんで、ちょっと解説しますね。ちょっとそしたらカメラさん寄ってください。はい、 ND フィルター、まあここね、実はフィルターなんですよ。でこれが外しにくいんだよね、一般の人が。これ外しにくいの、これどうやって外すかって言ったらね、これね、これいくよ、まあ一回外してみるね。はい、ええって思うでしょ、えって思うでしょ。これね、この穴の形状を見てほしいんですよ。これ見てほしいんだけど、これ穴の形状を見たらなんとなくわかるやん。これね、まあこれ今取ったやつつけるんだけど、この太いところにほら、この爪あるじゃん、これ爪、これ爪見える？ピントが合わないね。これこうほら、この爪、この爪あるでしょ、これこの爪をここに引っ掛けるのよ。でカチンとこう細い方に回すと止まるっていう構造なんですね。いくよ。ということはつけるとき斜めに持っていくのよ、こう見えないね、こういうふうに斜めの状態になったら見えます、こう斜めになってるでしょ。でこれを回すの見えないね、カメラさん見えないよね、見えないじゃんこうで回すだけ、壊れちゃうから嫌だな、こう回す、はい、こう回した、まずつきますよ。はい、で外すときはこれをね、こっち側に回してあげるの、フィルターだけよ、いくよ。手で隠れちゃうもんね、どうやったら見えるんだろう、こうしよっか、もうドローンが壊れそうあんまり無理するとドローンが壊れそうだよね。これいくよ、これで見えるかな、いくよ、こう、あ、見えたね、これ皆さん見えましたね、こう、もう一回いくよ、こうで、ほんまこういう持ち方したらあかんよ、あのジンバルが危ないからこれ見やすいようにしてるんだよ、これをこうです、こういう状態でずらした、そしたら取れます。もう一回いくよ、これはめるときは斜めにした状態ではまりますから、太いところに爪を入れてあげる、はい、こういう状態で回すね、グッチ、そんだらはまります、うん、でこの状態で一回これは、まあちょっと外すのやめようか、ここにね、ND フィルターありますね。はい、で今日はねちょっと外ねめっちゃピーカンなんですよ。でまあ僕初めてだからどれ使おうかなって思って、まあ勘なんですけど、まあ一応32にしようかな、めっちゃピーカンなんですよ、ピーカンなんだからめっちゃ晴れてるんで32ぐらいにしようかな、うん、今日ちょっと32つけてる、はい、いくよ、これをこうやって傾けて外します、ね、でこの32のフィルターをつけますよ、この太いところに、太い溝に爪を入れた、この斜めの状態でこれを回してあげるとカチッて言います、だからもう取れないね、はい、で終わっ、これ取り外した、まあ、これゼロのフィルターね、まあ、クリアのフィルターはここに入れとこう、なくなさんようにね、
空いてるスペースに入れとこう。はい、こうやって入れといて、で、しまおう。こうやって。これ。ね。意外とね、AD フィルターのね、外し方ね、わからないんですよね。僕も、Mavic 2 Pro の時ね、わかんなかったんですよ。わかんなくて、現場でめっちゃ悩んで、で、どうしたかって言ったら、YouTube 動画でなんかないかなって探しまくったら、外国の人がね、この、こういう動画を残しててくれたの。外国人のね、英語でよ。だから意外とこういう動画ないからちょっと僕残しとこうと思って、この動画をね、リクエストがあったんで残すようにします。ということで、この動画がいいねと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。ベルマークもね、つけてくれたら嬉しいです。ということで、次回の動画で会いましょう。さようなら。意外と外し方わかんないんだよね。